何やってんだろう私。浮かれちゃってバカみたい。でもまあせっかくの旅行なんだし。あの先生、この後の予定ですけど。うわあ、何かまずかったですか？別に。どうしたの？ようやく自分の時間だ。もうね、雑用が多すぎ。ちょっとさっきからどこ見てるの？素直でよろしい。ねえ、その辺散歩でもしようか。シュリップ。やっぱ旅行ってさ、地元のもの食べてなんぼじゃない？しょうがないな。おじさん、ガーリックシュリンプ2つね。何これ、ビール欲しくなる。なんでハワイってビーチで飲酒が違法なわけ？お兄ちゃんたち日本人？そうですけど。怪盗団でしょ、心を盗んじゃうの。へえ、よく知ってますね。ニュースで見たよ、日本で流行ってるって。有名人だね。もし怪盗団に会ったらよろしく言っといて、みんながエビ好きになるように改心させてねって。じゃあ言っておきますね。ところでお兄ちゃんたち、ハネムーン中？やだ、もう行こう。何年ぶりだろう、こういうの綺麗って思えたの。素ではしゃいじゃったけど、誰かに見られてないかな。まあ別にそうなったらそれで開き直るつもりだけどね。本当はさ、私がこういう立場だから寂しくさせてるんじゃないかって。もしそうならごめんね。私だってというより、初めて来たけどハワイいいね。今度2人で来ようよ。これあげる。どうだ、大人の力よ。じゃなくて今日の記念にね。ダメかな。そろそろ暗くなりそう。戻ろうか。私もそろそろ行かないと。ご主人様がそう言うなら。でもそれでも頑張るんだよね。若さだよね。何にしてもさ、
さっき明智くんの言ったこと。さてさて、次は毎年恒例囚人生の主張、拍手。二人になれるとこ行かない？話したいことはあるし、高野祭楽しんでからでいいから、後で生徒会室に来てよ。さあ、どなたか主張してくれる人いらっしゃいませんか？こちらからご指名しちゃいますよ。それじゃあ、そこの彼、団長までお願いします。おっと、この流れで断ります？相当のマイペースか、空気をあえて読まない猛者か。はいはい、場が温まってきたところで次のご指名いっちゃいますよ。早かったね。明智くんが言ってたじゃない、怪盗団の正体って。なんか困ったことになったら言ってね、今度は私が助けになるから。真面目な話してんのにこの子は。周りが何言ってもさ、私が味方ってのは変わらないから。君頼りがいがあるからいつも甘えちゃうんだけど、たまには甘えてきてもいいんだからね。ダメ、ここは学校でしょ。代わりってわけじゃないけど、これあげる。なんか照れるね。よかった。じゃあ仕事に戻るね。ああ、さっきの話、学校の外なら割といつでもいいから。気をつけて帰りなさいよ。いたいた、イブの渋谷ってほんと人多いね。っていうか、軽い感じで誘っちゃったけど、他に予定とかなかった？メイド思いのご主人様にベッキー感激なんてね。そういうのは素直に嬉しいかも。そういえばお腹って空いてる？せっかくならちょっといいところでご飯にしない？なんて言ってもイブだしね。あ、お金のことなら任せなさい。一応社会人なんだし。じゃあ行こっか。何？どうしたの？ははーん、もしや君でつなぎたいとか？そうかそうか、憧れるよね、クリスマスイブに恋人つなぎとか。まあ、と言っても誰に見られるかわからないしね。そういうのはお預けで。そんな目されたら断る方が血も涙もないみたいじゃん。見られたら困るから少しだけね。任せてとか言ってごめん、レストランどこも満席だなんて。突然そういうこと言われても困るって。あ、嘘、やっぱ困んない。よし、ご飯がダメならケーキを買おう。いい感じのクリスマスケーキ。お、ケーキ売り場発見。行ってみよっか。
こっちもダメかな。ううん、当たって砕けろ。もしかしたらがあるかもしれないし。すみません、クリスマスケーキってまだありますか？はい、ございますよ。そうですよね。で、ちょうど先ほど予約のキャンセルが出まして、ラスト1個残ってます。本当に？あ、それならお願いします。かしこまりました。ご用意いたしますので少々お待ちください。驚いた。こんな偶然ってありえるんだね。ベッキー、全然気づかなかったですさすがにそれはないでしょう。とにかく無事ケーキもゲットしたし、あとは二人で過ごすだけだね。うわ、おいしい。こんな風にちゃんとケーキ食べるの何年ぶりだろう。言ってくれるね。でも クリームつけっぱなしで言われてもさ、まだまだそういうところはお子ちゃまかな。そうなんだよね、君はまだ子供で、本当なら大人が守らなきゃいけない。なのにいつも助けてもらってばかりだよ。本当は危険なことするのをやめてほしいし、君がやらなくてもいいじゃんって思う。でも自分に嘘がつけない君だから私も救われたんだよね。だから本当にお疲れ様。それからありがとね。普段の君と、それから怪盗としての君に、私の本当にしたかったことを思い出させてくれたでしょ。ってわけで、はい、プレゼント。ほら、ペンケースなら学校でも使えるでしょ。いつでも持ち歩けるし、見るたびに私を思い出してくれるかなってね。私のこと好きになってくれてありがとう。生徒と教師が恋とかあんまり褒められたことじゃないのは分かってるけど、私今最高に幸せなんだ。はい、じゃあ真面目な面談タイムはここまで。こっからはバンバン盛り上げちゃうよ。で、あれ、何かと思ったらさっきより雪強くなってない？これ帰りの電車動いてるか微妙だね。何がって、いい、言わなくてもなんとなくわかるから。でも今はダメ。そういうのは一緒にいても咎められない関係になってから。まあもう少しだけはここにいてあげるから。だから今はこれで我慢してね。なんか夢みたい、君とこんな穏やかなクリスマスを過ごせてるなんて。まあ幸せならそれでもいいのかもしれないけどね。もう少しだけ君を近くに感じたいとか言ってもいいかな。そろそろ寝ようぜ。明日から店も手伝うんだろ。妙に女連れが多いなって思ったらバレンタインだったのか。今日お前なんかこう浮いた話とかないわけ？こっち来てそろそろ1年だろ
俺なんか若い時はそりゃ。こんばんは先生。教師と生徒の本当にあるんだな。あと頼むわ。ごゆっくり。どうも。ありがとう。やっと帰ってきたんだね。直接姿見たら実感したよ。素直でよろしい。私も会いたかったよ。問題児だとは思ってたけど、まさか出頭するなんて。私それ聞いて年がいもなく号泣したんだから。罰として反省文をと言いたいところだけど、君なりの考えがあってのことだもんね。許す。じゃあ本題。特製のチョコ、冷めないうちに召し上がれ。当然メイドとしてじゃなくて個人的なね。改めて元気そうでよかったよ。この時期は卒業式とか入学式の準備で手一杯でさ、忙しい分君のことで悩まずに済んだから助かったんだけど。隣行っていい？来月君地元に帰るじゃない。もう同じ学校じゃなくなるね。それはもうそうだけど、いろいろ複雑だね。君少し雰囲気変わった？言動とかじゃないんだけど、なんだろう。まあ人は変わるものだよね。私もだし、教師とか生徒とかそういう立場抜きでさ、何に変えても幸せにしたいって思える人がいる。こういう特別な気持ち今までなかったから。幸せ者だよねその人。今夜はもう少しこのままで。ごめん今学校で。どうかした？今からやけに急だね。でも了解、もう仕事終われそうだから向かうね。普段こういうとこ来ないけどさ、なんかいいね。仕事帰りに癒されたい時とかまた寄ってみようかな。あごめんね、仕事の愚痴っぽかったよね今の。今日はご主人様とのデートを楽しまないとなんてね。君って本当にずるすぎ。そういうのどこで覚えてくるわけ？私の方が大人なのにさ、全然リードできてないし。今日誘ってくれたのだってホワイトデーだからだよね。君って結構律儀だよね。真面目っていうか豆っていうか。ほら私との時間ちゃんと考えてくれてるでしょ。そういうの
すごく嬉しいよ。気分もリフレッシュしたし、このまま軽くご飯でも食べて帰ろっか。え？そうなんだ。じゃあお任せしますね、ご主人様。ここ君が予約したの？何そのドヤ顔。けどありがとね。まだまだ問題児だって思ってたけど、君会うたびにどんどん成長してない？ほらそういうとこ、無駄にかっこよくなっちゃってさ、私ばっかドキドキしっぱなしでずるいじゃん。っていや今のは。ちょっと席外すね。ごめんごめん、お待たせ。皆様、今日という特別な日に当レストランへお越しいただきありがとうございます。ささやかながら今宵が皆様にとって忘れられない日になることを願いまして。え？突然何？私に？ありがとう。あ、びっくりさせないでよ。一瞬ドラマの撮影かと思ったんだけど。結構ありじゃない？演技力なら自信あるし。君ってさ、不思議だよね。前歴ありの問題児かと思ったら、弱い人を助ける正義の怪盗をやってたり、そうかと思えばやっぱりただのいい子ってわけじゃなかったり。でも一貫してるのは、いつも自分のためじゃなくて誰かのためにって行動してる。そういうところ、人間として素直に尊敬するよ。まだホワイトデー終わってないよね。もうちょっとだけ一緒にいたいな。